はい、今は、7月13日木曜日の夕方6時43分ですね。夕方6時43分です。で、今日の朝ね、約定されてました。なのでちょっと自分自身にね、これ勝ちパターンを植え付けるために記録に残しておきたいと思います。まず約定履歴から見てみましょうか。約定履歴は、どれかな、これですね、これ、はい、これです。これ、OGUS ドルですね。 OGUS ドル、 OG ドルですね。これです。今日の朝9時44分に約定されてました。で、これはね、あの逆差し値ですね。逆差し値というか入ったやつか、買いで入った、ロングで入ったやつですよね。ロングで入ったやつなので、7月12日、朝の8時に入りましたね。朝の7月12日朝の8時に入って、で約定したのが、今日の朝9時44分でした。で、9時44分なんてね、僕あの仕事なんでね、チャート見れてないんですけど、まあ仕事しだして、まあ、1時間か2時間ぐらいで自動的に約定されてたっていう形ですね。で、僕エントリーしたら、ゴール地点と撤退地点を決めて、あとはもう手放し、そういう方法でやっています。というわけでちょっと振り返ってみたいと思います。チャートですね、チャート。今僕家帰ってきてね、チャート見たんです。で、家いるんでね、ちょっと今娘が来てます。夜ご飯食べ終わってこの動画撮ろうと思ったんですけど、入ったのがね、12日の朝8時なので、この辺ですよね、この辺で入って、で損切りラインがここですよね。損切りラインをここにして、でここまで取りました。で、今日チャート見てみたら、なんかすごくさらにズドーンとこうなんか伸びてたんで、ちょっと損したかなとも思ったんですが、いや、これはもう僕のルールの中ではありませんね。次のトレードのための兆候として見ておきたいと思います。で、僕のトレードはあくまでもこっからここまでですね。だいたい50ピップス、そう、50ピップス取ったんですよね。で、損切りラインは30ピップス、ここでしたね。いい感じだったと思います。なんでここで入れたかなんですが、日足で見たらあれですよね。もうここで入ってここで取るみたいなもんですよね。典型的な押し目買いです。典型的な押し目買いですね。僕の場合はこれ4時間足なんですが、僕の娘がなんか遊び出しましたね。まあ気にしないでください。トレンドラインをこうずーっと引いて、で、このトレンドラインぶち破ったんですよね。で、その時に MACD も上向いてたし、しかも長い長期足の EMA がいわゆる、パーフェクトオーダーだったんですよね。なので、これがうまいこと抵抗線抵抗帯になると思って、押し目を買った形ですよね。だから、この下がってるのを下げトレンドとして見てたら、このトレードは成り立たないですよね。で、これはもうあくまでも押し目として見たんですよ。押し目として見て、で、また上がるだろうと。ただ、上がる時のそのどこまで下がるかがわからないので、それを見極めたという形ですかね。で、
僕はもう押し目買いだけに徹しようと思っております。というのは前回ねちょっと調子に乗ってね僕のルール以外のことをやって往復ビンタ食らったんですよね。その動画ここクリックしたら出るようにしておきます。まあさておき今回もいいトレードだったと思いますね。こっちの見れるかな。このトレンドラインの引き方なんですが、過去の、あ、出てきますね。過去の高値をと、このなんか目立つところを結んで、この延長線ですよね。延長線上のトレンドラインを割ったんですよね。割って、さらに一回押し目が入って、また上に行ったんですよね。なので、この辺で僕は、エントリーしたんですよ。それが、それが、7月12日、朝の8時ですよね。朝の8時やったら、仕事始まる前に、ひょこっとエントリーできたんですよ。あのチャートを見てね。なので、ポジション保持期間はだいたい25時間、26時間弱ですよね。朝の8時に入って次の日の朝の9時44分なので25時間44分ですかね。それで50ピップスいただきました。で、僕は一銭通貨でしかしてないので50ピップス取っても566円です。はい。とはいえ、いいトレードだったと思います。いいトレードだったと思います。なので、またいいトレードができたら、自分自身に価値のね、価値を植え付けるために、価値のパターンを植え付けるために、また動画に撮っておきたいと思います。これはね、あくまでも皆さんに参考になるかどうかはわからないんですよね。僕もまだまだ初心者なんで、安定して勝ててるわけではないんですよ。こう過去とか見るとね、ほらこの赤い文字が損失ですよね。この日なんて600円負けてるんですよね。で見てみてください。いつもこう1000通貨でやってるのに、この日に限って2000通貨でやっちゃったんですよね。しかも2000通貨でやったら僕のルールとはまた違う見切り発車で入ってしまったんですよね。そしたら案の定やられました。602円やられました。で、それで熱くなって取り返そうと思ってさらに入ったら今度は189円やられましたね。いわゆる往復ビンタですよ。はい。まあ、だからそういうことにならないようにね、自分自身を戒めるためにも、今動画で記録に残しておきます。あくまでも僕まだまだ安定して勝ててるわけではないので、参考になるかどうかは分かりませんけど、もし見てみたいな、面白いなと思うんであれば、またぜひ次の動画も見てみてください。以上です。今回はいいトレードでした。まとめると、OG ドルの押し目買いですね。OG ドルの押し目買いで、ポジション保持期間は25時間44分で50ピップス。利益はまあどうでもいいんですけど、566円でしたね。1000通貨でした。では、また面白い動画作ります。